皆さん、こんにちは。四畳半の神でございます。ネットで買い物とかよくされますか？僕もよく買います。楽天とかアマゾンとか、大手さんで買うことが多いんですけども、やっぱり安いのをこう探したりすると、オークションだったりとか、通常のショップさんが独自で出してる、ホームページにたどり着いて、相場価格よりもなんかセールをやっていたりとかっていうのをこううまく見つけながら、どんだけ安く買えるかなとか、口コミ見たりとかってネットで買い物もよくするんですけども、初めて怪しいショップに今回ちょっと出くわしたので、皆さんも気をつけてほしいなと思って動画にしてみました。ちょっと見てもらった方が早いですね。今回、ボイスレコーダーを少し検討してまして、こちらのサイトに入りました。で、欲しいなと思っていたものが、こちら、タスカムの今回新しく出たリニア PCM レコーダー DR22WL。 通常価格16,444円のところが10,689円、35%オフ。だいたい相場の5,000円ぐらい安い。新商品で5,000円ぐらい安い。で、これが安いなと思って、実際カートにもう本当に注文する手前まで行きました。入れて、見た感じ普通のページなんですよ。全然怪しいところはないんです。何にも怪しくないんですよね、見た感じ。で、なんでおかしいなって気づいたかというと、進もうとするとこういう画面が出てきたんです。中国語っぽいものでエラーメッセージっぽいものが出てる画面が映ったんです。最初は、そんな気にしなかったんですけど、2回3回ってなんかうまくアクセスができなくて、こんな表示が出たんですね。で、これを日本語翻訳で調べてみたら、いわゆるページエラー、うまく接続できませんっていう内容の表示が出てたんですが、要は日本国内のサーバーを使ってないっていうことなのかなと思い、会社概要のところを調べると、株式会社ノースフィール北海道になってます。ただ住所が千歳町寿1丁目の AP0 の ZQ、 なんかもうよくわかんない住所になってるんですよ、ここ。で、この会社ノースフィールさんっていうのを調べますと、同じ名前のノースフィールさん、なんか福祉の会社のホームページが出てきたりとか、こういうなんかスキーとかスノーボードっぽいこういうページが出てきたりとかで、全部一緒なんですよ、ノースフィールさん。住所もなんとなく同じなんです。で、事業内容もテレビ番組制作、イベント企画、運営。これはちょっとおかしいなと思って、もっと調べるとですね、ノースフィールさんを名前を勝手に使った詐欺サイトだっていうことが分かりました。北海道千歳市に実在するノースフィールという会社の名前を使って、釣り具とかアウトドア用品とかの模擬サイトを運営するネット通販の詐欺サイトですという警告をみんなで拡散しているページに飛んだんですね。さっきのエラー画面がたまたま出たりとかなく、購入画面まですんなり行ってしまったら、もう買ってたと思うんですよね。楽天さんとかにもここのお店出店をしているようで、楽天さんは怪しいサイトだということで、報告があり次第すぐに削除しているようなんですが、やっぱり次から次へと同サイトが上がってきているようで、稀にやっぱり紛れ込んでることがあるようです。やっぱりね、平均的な相場っていうのはあると思うので、極端に安いからって飛びついて買うっていうのもやっぱり危ないなって思いました。パソコンだったからね、レスポンスよくいろいろ調べることができたので、ちょっと運が良かったっていうのもあるんですけど、皆さんもネットで買い物するときは十分気をつけてください。以上、ネット通販で怖い思いを仕掛けたというお話でございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンでご覧の方は、右の YouTube ボタンからクリック。スマートフォン、タブレットの方は、下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。